はい、こんにちは。日本改革と奥沢です。新高山昇様、山根様、ご支援ありがとうございました。山根様ね、もう10年ぐらいも定期的にご支援いただきていまして、一番長いんじゃないかな。誠にありがとうございます。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。政治活動資金とですね、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。メール党員懇親会、募集中であります。お申し込みください。よろしくお願いいたします。維新の馬場代表が江東区で応援演説、金沢候補っちったっけ、維新は、立憲民主党の候補には投票しないでください。言っちゃったな。これ大丈夫なのかな。国会サボタージュの立憲は野党第一党の資格がない。立憲を猛烈にこき下ろしておりました。鳥羽乙武よりも立憲を脅威と感じているのかなという感じであります。世論です。これって法的にアウトじゃなかった？自民より民主に喧嘩売ってんのか、他党批判より自民候補の良いとこ宣伝したら、万博中中は表金だから政府。政局をやってる党は投票する気にならないな。自民アシスト好きやな。維新は万博失敗がでかいな。投票しないでじゃなくて自分の政党をアピールしろよ。立憲共産党は外国人のためにの政党だから。社会候補にはですね、田村智子共産党委員長、蓮舫、辻元清美、福島瑞穂、長妻昭、宇都宮健治までが応援に来た豪華メンバー、オール左翼って感じですね。オール左翼すげえな。共産党はこれのために候補引っ込めたんだもんね。力入ってんなー。これ結構パヨ票飛んじゃないのかななんて思いますけれども、立憲と共産と社民が応援してるってだけで論外なんですけど、論外なんですけど、酒井夏実候補は論外なんですけど、昨夜ね、青年会議所なんかが主催の討論会やったのって、ネット配信の、多忙のため唯一欠席したのが立憲共産社民の酒井夏実候補であったと。多分ボロが出んのを避けたんでしょうね。逃げたんでしょうね。候補者が討論会より優先する用事って一体何なんだよと。いいアピールの機会じゃないか。なんで逃げんのって話なんですけど、国政選挙だから会見とか話が出るじゃないですか。そうするとね、全面否定するのもまずいし、会見を全面反対するのもまずいし、反対しないと、否定しないと、立憲共産社民の支持者が青筋立てるしで追い込まれちゃうもんね。つまり話し合いができない、討論ができない候補、パヨ候補、普段やがましくてですね、話し合いレーダーの救助を生かした外交とか補在でのにね、話し合いできねえなもんね、いざというとにね。大体そのですね、救助を生かした外交の具体的内容を聞いてもですね、絶対答えない。どうやんのって絶対答えない。初めから詐欺で騙す気満々なんですよ。立憲共産社民はね。あと令和ですか？騙す気満々っていうのは。江東区の有権者の皆さん、酒井夏実はダメですよ。討論会から逃げるような人にですね、日本任せられますか？討論会からも逃げたんだから、万が一の有事の際にも逃げる人間なんですよ。酒井夏実は。逃げる人間なんですよ。どうせ。維新はですね、昨日ですね、日本保守党の選挙事務所の前でガーガー凱旋して、なんか妨害してたんで、他陣営の事務所前では音を落として遠慮するのがマナーなんですけどね。特にね、立候補者が多い、地方選挙なんかは、そこら辺中に他陣営の選挙事務所から、それの前では少なくても音を落とす、静かに通り過ぎるっていうのがマナーなんですけどね。維新攻撃的でから悪いっすね。福島瑞穂、戦争をやめよう。集団的自衛権の行使は憲法違反。軍事研究も武器輸出もするな。憲法9条に基づく平和主義を、戦争やめようって言って、どことも戦争してないけどね。何言ってんのか
ちょっとどころか全然わかんないですね。一体どこと戦争中なんだよ、あの日本はさ。世論です。バカだね、相変わらず。スパイのお仕事、お疲れ様です。平和と防衛はワンセットだぞ。対話とか言いながら自分の投稿したポストのコメ欄を閉じてとか笑っちゃうんですよね。滅びゆく政党の主張のテンプレって感じ。なんで日本が戦争状態なのか全然わからんし、狂ってんのかな、この女。どこと戦争してんだよ。一体どこと。そんなんだから、由緒正しいね、社会党の末裔なのに、衰えて消滅カウントダウンなんじゃないの。ちゃいまっか。集団的自衛権の行使は憲法違反。軍事研究を無理質もするな。憲法9条に基づく平和主義って、要するに、日本人は抵抗せずに黙って殺されてろって言ってんですよね、これね。福島みずほはスパイする気満々、共謀する気満々の北朝鮮スパイです。北朝鮮系です、この人は。日本に帰化した黒人の、星恵み、なんて読むかわかんないよね。整形って読むかもしれないな。変な名前、まるまる院さん。多分サンシャインさんとかな、癖字になっておりました。が、差別職質について法廷で証言。これね、外国人だからって職質しまくるのは差別だっつって訴えたんだって。どっかのパヨ弁どもが。急に来る。普通に歩いてただけ。止まっているだけ。自転車に乗っているだけ。どんな場所でもそれは突然来る。いや、それ日本人でもそうだけど、普通に歩いてるだけでも職質されるけど、逮捕の 67.8% が職質からのもので、効果絶大なんですよね。7割近い。7割近くが、職務質問で逮捕。まあ、大半が薬関係ですかね。世論です。なんか後ろめたいんか。職質に答えるのは国民の義務だぞ。不法滞在多いからしゃあないね。お前が怪しいからだろ。日本が平和なのは交番と職質があるからなんで、職質なんてどこの国でもあるし、日本人もやられるぞ。日本人だって外国に行けば職質されんだろ。お前らの感情より日本の治安の方が優先だと。歩いてるだけで職質する。それ日本人も同じだわってね。黒人だから差別されて必ず職質されて、根拠と証拠を出せって、裁判では。恨むなら実習制度で不法滞在者を激増させた自民党と公明党に言ってちょうだいよ。善良な日本人がですね、日夜不法滞在者の犯罪に怯えて暮らしてんだから、外国人と見れば不法滞在者かなって思うの無理ないよね。裏からどっかのパヨどもが入れ知恵してんだろうけど、パヨに騙され、バカだから騙されバカみたいな訴訟を起こしてバカでと思われて、関わると面倒と思われて、避けられ、社会から孤立するからな、そんなバカなことって言うとな、パヨに騙されてるとね。牛久市にある東日本入管センター、録画録音禁止なのに無断で録音して、無断で不法滞在者にインタビューして違法映画牛久を制作した犯罪者現ると、違法映画だなこれね。禁止なのにやらかして作ってる、収容者、これがおもてなしの国なのかよって文句垂れてました。世論です。不法滞在者は犯罪者だし、お前ら客じゃなくて賊だからだろ。賊、犯罪者がもてなされるなんて誰に聞いたの。アメリカの警察より断然優しいと思うけどね。犯罪者の人権は制限されて当然。不法滞在者をおもてなしする理由はない。不法滞在者の犯罪者でおもてなししたくならないんだからしゃあないよね。こっちが賊だからさ。おもてなしの国って誰でももてなすわけじゃねえんだぜ。もてなし受けられるのはまともな外国人だけで、不法滞在者の犯罪者じゃねえんだわ。収容費用だってただじゃない。観光客と違って、お金を落としていく、日本を潤すじゃなくて、日本国に損害を与えてますよね。税金使ってただじゃねえからさ。それでなんでもてなしを期待してんだバーガーって話ね。アメリカ人なんそうなんですけど、アメリカ人の中でもよりすぐりのゴミクズだから捕まってんでしょうが、不法滞在者は自国が嫌で逃げ出したゴミクズですよ、どいつもこいつも。一生懸命って言葉知らねえのかってね。産経新聞、在日トルコ大使にインタビュー。クルド系はトルコであらゆる政治活動の自由を保障されている。トルコ総人口8500万のうちクルド人は1500万人、国民の大半はクルド人と縁戚関係にあり切り離せる存在ではない。弾圧できねえよっていう話、親戚ばっかなんだろ。国会には選挙を経たクルド系議員がおり、現在はクルド語教育や報道文化活動も可能。2023年5月トルコ大統領選なので
在外投票を東京の大使館で行った際、在日クルド人たちも投票した。日本でもクルド人はトルコの政治的な権利を行使している、産経新聞ではクルド人は難民ではないということが、大使すでに十分説明したでしょう、61人だってね、国会議員ね、世論です。難民じゃないことが確定したよな。難民じゃないなら強制送還だな。現地取ってなら粛々と強制送還させろ。政治難民がいる国とは外交しないって外交方針がある。難民申請に時間かかりすぎ。トルコパスポート持って飛行機で来る連中を難民とは言わないと、クルド人はトルコ政府に弾圧されてるって言い切っちゃった和田政宗、これどうすんだ、1500万人もいいんだって。2割ですね、そんなにクルド人多いのか、驚きました。てっきり沖縄県人がね、日本国籍を持ちながら我ら琉球民とかほざいてるようなもんだと思っていたが、桁が違いましたね。迫害されて行ってる連中は、迫害されてるって言ってる連中は多分トルコで悪いことして追われてる犯罪者なんでしょうね。難民申請中の川口わらびクルド人は約700人って報道ありましたが、難民ではないんだから粛々と送還してくださいね。今日の単身死刑囚が当日に執行を知るのは人権侵害で違憲だ。2200万円払え。アホ弁護士どもが起こした裁判一審で敗訴。過去に執行を知らされた被告がですね、前日に自殺したっていうめんどくせえ事例もあったそうで、当日まで教えないっていうのが習慣になったみたい。死刑囚イコールほぼ殺人を犯してますよね。殺人を犯さないで死刑になるってあんまない、聞いたことないですよね。他者の命を奪うっていう最大の人権侵害しときながら何が人権だ、自分ばっかり訴えを起こしたパヨ弁護士ども頭おかしいですよ。そんなんだからパヨが流行らなくて、衰退してるのでこのままバカでいろ、いつまでもって話であります。個人情報漏洩が甚だしい。 LINE ヤフーに総務省が3月5日に行政指導、4月16日にも行政指導、短期間に2度の行政指導が入るのは異例。3月の行政指導の時の回答が不十分だったっていうから、よっぽど舐め腐ったことを回答したんでしょうね、これね。政府や自治体に LINE をご利用ししたのは河野太郎デジタル大臣。 LINE が入ったスマホにマイナンバー機能を搭載しようとしてるのが河野太郎デジタル大臣。外国に日本人の個人情報を大量に売ろうとしてるのが河野太郎デジタル大臣と、デジタル大臣という地位にいるため福島瑞穂や辻元よりよっぽど危険なスパイが河野太郎ですよ。河野一族は中共の犬と書くと発狂して一般人の私を名誉毀損で訴えるのが河野太郎。まあ端的に言って売国奴、スパイ、国賊ですね。ドラッグストア大手ウェルシア社長の松本忠久辞任。取引先の中国人女との不倫がバレ、私生活において不適切な行為があり、当社の信用を傷つけるものと判断した。66歳にもなって何やってんですかって話なんですけど、生臭いよね。ハニトラにかかってる場合があって66歳にもなって。議員とか大企業経営者は立ち寄り先特定されてタイプバッチリの好みの女に待ち伏せされる恐れがあるんで LINE 使わない方がいいですよ。一般人もですね、浮気や不倫や汚職や横領の連絡は LINE 使わない方がいいですよ。通信ダダ漏れしてるって考えた方がいいですよ。他を使えば OK、 横領しても OK って言ってるわけではありませんので、ご注意ください。というわけでチャンネル登録12万人いつの間にか超えておりました。よろしくお願いいたします。チャンネル登録してみてね、見てるけどチャンネル登録はしてねえなっていう人がなんか多いみたいなんで、ぜひともよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。